アニーは言ってしまいました。10年間双子のように仲良く暮らしてきたアニーはキャンディーの手の届かないところへ行ってしまったのです。笑顔の方が可愛いよ。王子様に会える、アニーにも会える、これから幸せになるはずなのに、キャンディーの瞳からは涙が後から後から出てくるのでした。キャンディー、君は泣いてる顔より笑っている顔の方が可愛いよ。キャンディーの前に幻のように現れた少年は一体誰なのでしょう。その少年の顔はキャンディーの胸に夢の中の王子様としてくっきりと焼き付いたのでした。今日からお嬢様、生まれて初めて私だけの部屋をもらいました。私はとっても幸せです。君は泣いてる顔より笑っている顔の方が可愛いよ。幻の王子様がすぐそばにいる、そう思うと辛いことや悲しいことがみんなどこかへ飛んでいってしまうのでした。うわー、すごいお家。まるでおとぎ話に出てくるような家だわ。王子様が住むのにぴったり。最高クリーン。キャンディーはダガン家に引き取られることになりましたが、そこに待っていたのはニールとイライザの意地悪でした。でもキャンディーは負けずに頑張ることにしました。お母様、なんで想像し、はじめまして、私キャンディス・ホワイトです。ポニーの丘で会った時と同じように今日の王子様とても優しい目をしてたな。キャンディーの心の中は憧れの人に会えた嬉しさでいっぱいでした。どうかもう一度会えますように。キャンディキャンディーの前に素敵な少年が現れました。キャンディーにはあの丘の上の王子様に思えるのでした。どうかもう一度会えますように。キャンディーはペンダントに願いをかけるのでした。お上品に見えるかしら。この人おしゃれなのね。そういえばふんわりいい匂い。ところでおてんばさん、投げ縄の腕大したもんだね。そりゃ気に入ったよ。どこの人？あのラガン家にいるキャンディス・ホワイトです。ラガン家に、おやおや、お迎えだ。おてんばさん、またね。あ、僕はアーチー・ボルト。あの人私にウインクした、手にキスした、投げキスもした。アーチーボルト、もしかして王子様と関係のある人かしら。
悲しみに沈んでいたキャンディーは、希望にあふれた元の明るいキャンディーに戻っていました。